皆さん、こんにちは。ワークマン公式アンバサダーのサリーです。今日はですね、4月21日金曜日から4月27日木曜日の、ワークマンの路面店のですね、ショッピングモールに入っている店舗ではなく、路面店の全国の、ワークマンのチラシを紹介していきたいと思います。まあ、これね、ちょっと地域によって少し、違う商品が載ってたりなんかはするんですが、おおむね同じものになりますので、今日はね、この中から人気の新作や、これは買っといた方がいいよっていうようなものを厳選して紹介していけたらなと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではまずですね、こちらカラーコーデということで、今季春夏のワークマンは本当に多彩なカラーが、今まで以上にたくさん出ております。ちょうどね、春夏ということで、明るい色も着たくなってくる時期です。まず出てくるのがヘビーウェイトコットンのオーバーサイズ半袖 T シャツ980円。昔のワークマンにはね、本当にコットンの普通に着られる T シャツっていうのが本当になくてですね、私がなんとか作ってくださいって言って、できたのがこれがもう 3、4 年前の話ですかね。今やカラーも増えに増えて、で、かなりね、本当にヘビーウェイトというだけあって、しっかりとした素材感の T シャツです。こちら S サイズから、3L ぐらいまであるんですけれども、まだね、半袖がそろそろ着始めるかなっていう季節になってくると、どんどんサイズから売り切れていきますので、今買っておくのがおすすめでございます。で、同じシリーズのこちら、長袖タイプも同じく980円です。で、あとこれ今日ちょうどお店でも見たんですが、耐久撥水アーバンシェルジャケット2900円が、新作で出ております。で、実は今までもアーバンシェルジャケットというものは出てたんですが、これがね、ブラウン系のカラーしかなかったんですね。それが明るめのカラーで出ております。さらにね、ソロテックスという携帯安定の素材が入っていることにより、非常にね、お上品な高そうな高見えする生地になっておりますので、今回ね、これブラック、個人的にはブラックとグリーンがすごくいいお色でした。お店でちょうど見て、参りました。で、あとこちらが持続冷感マイナス1度コットンオーバーサイズゴブサデ T シャツ980円。これもですね、程よい袖感と生地もね、ちょっとしっとりしてひんやりするような感じで、くすみカラーがすごく素敵な感じになっています。これは私毎年買い出しているシリーズですね。はい、あとはミッキーマウスコラボということで、ローキャップ980円であるとか、アームスリーブ780円、あとは半袖 T シャツも、いろんなコラボで本当出ておりまして、980円は非常にね、お安くなっているんじゃないかなと思います。はい、あとこちら新作のシャリテックシリーズですね。シャリッとした着心地と涼感のシャリテックを使っておりますということで、これ結構綺麗めに着られる素材感になっています。で、この、バンドカラーシャツが1500円。ちなみにこちらのパンツの方も1500円ということで、これ合わせるものによってはすごくね、綺麗めで、色味も非常におしゃれな感じになってますので、これからね、どんどん暑くなってくる季節かと思いますので、1枚持ってると非常に便利なアイテムかと思います。あとは、ストレッチの、半袖ポロシャツ、こちら980円であったり、ワイドフィットラゲッジパンツ、あ、これ1900円なんですけども、これちょうどですね、今日横浜ビブレ店の、店内の撮影をしてきたんですけれども、その時ですね、皆さんご存知でしょうか。おしゃれ番長こと、営業企画部のね、社員さんがこれをめちゃくちゃおしゃれに着こなしてみまして、これね、わかりにくいんですけど、写真でタックがね、深いタックが2本入ってるんですね。っていうことで、でシャリ感のあるちょっと素材で綺麗めに着られる、ワイドパンツが出ます。で、ラゲッジという名前の通り、荷物をですね、ポケットにいっぱい入れられるように、隠しファスナーであるとかいろいろついておりまして、この1900円はすごいですよ、サリーさん、ということでおすすめしていたので、ぜひですね、うちも夫の浜さんにぜひ来てもらいたいなというふうに思っております。こちらもう完全なる新作ですね。あんまり展示会とかでも出てなかったような気がします。要チェックのパンツでございます。はい、あと、リペアテックの超軽量シリーズの中から、ベスト2500円。これも今までこのセールに合わせて新作が導入ということですね。私も、展示会でも勉強会でも見たことありません。全く初めてのものです。限定生産というふうに、カタログにも記載がありました。これ面白いですね。結構アウトドア感の強いデザインになっていて、肩紐とここを結ぶ黒い紐があって、で、生地は超軽量なので、すごい薄くて軽くてっていう形ですね。あとですね、M1 タイプのジャケットはもうすでに、このあたり、この3つに関しては、もう、お店には入ってる店舗には入っております。個人的にはシェルジャケット、これちゃんとファスナー付きのものなんですが、1500円はすごい安くて、で、
他にもね、グリーンとか、あと、イエローとか、あと、ピンクだったかなっていうお色がある中で、私はピンクっぽいオレンジみたいなカラーを購入して、結構差し色で使うとね、すごく可愛いので、こちら活用させていただいております。で、あと、シェフパンツも1500円です。これね、安全ピンで生地を穴開けると、普通はまあ穴が開いたままになっちゃうんですが、指で擦ると穴が、ちゃんと塞いでいくというね、自己修復の機能もついております。はい。あとはグリーンテックシリーズですね。自然に優しいエコ素材を利用したシリーズで、アウトドアデニムベストが2500円。カラーがね、本当に可愛いお色揃ってます。4色。で、私はね、持ってるのが提供いただいたこちらの淡い、デニムカラーと、あとね、黄色は私も個人的に、自腹を切って購入させていただきました。で、これに合うように、パンツも、これがね、ちょっとわかりにくいんですが、レギュラーフィット、スリムフィット、ワイドフィットと、いろんな、ちょっとね、スタイルが出ておりまして、ちょっとわかりにくいので、これについては私のね、実際履き比べしてみましたという動画を出しておりますので、ぜひそちらチェックしていただければなと思います。こちら2500円です。で、この、デニムベストと、合わせると、まあ、ちゃんとお腹が、の部分で切れてますので、トイレに行きやすいサロペットみたいな感じで着用することが可能です。はい、あとはフレームテックの見た目がコットンなんですけれども、しっかり内側が防水になっているマウンテンザックレインパーカー4900円であるとか、ソロテックスを利用した、これね、サイドに2箇所、ファスナーがついておりまして、そこを広げると、リュックを背負っていても、リュックが濡れないバックインレインコート。これ本当ね、スプリングコートみたいな感じで、全然レインウェア感がない、ありませんので、メンズです。メンズ商品ですが、レディースでももちろん着られますので、こちらも非常にね、去年から人気の商品ですね。あとは、バックインの洗えるレインジャケット。こちらもリュックが濡れないタイプですが、ポケットが多めで、よりカジュアル感の強い感じのね、デザインになっております。こちら両方3900円。はい。あと、新作で言うと、イナレムプレミアムのレインジャケット4900円も、こちらのセールに合わせて再入荷という感じでございます。私はですね、こちらのイエローをこの間、実際にね、提供いただいて着てみたんですが、本当に生地感が柔らかくなっていて、さらに蒸れ感もね、透湿度が上部のあたりは3万5000ということで、ワークマンシリーズのレインウェアジャケットの中では最高峰の透湿度となっております。これ結構ね、本当にカラーも綺麗なので、レインウェアとしてはもちろんですが、蒸れにくいので普通に上着のジャケットとして着てもらってもいいと思います。あと、ファスナーを、こちら、開け放すとですね、なんと半袖にもなってしまいます。で、こちらにはね、パンツはついていませんので、パンツということで言うと、イナレム 2way クライミングパンツとか、アスレパンツ3900円。こちらもファスナーで切り離すと、ショートパンツになるタイプです。あとは、イナレムのワイドテーパードパンツ2500円。こちらもですね、直履きができる、蒸れないレインパンツとなってます。いやいや、もうちょっと安めで済ませたいんだよね、なんていう方には上下セット、2900円のタイプであるとか、これもでも透湿度2万だからかなり透湿度も高い感じなんですよね。で、こちらもアクティブワークレインスーツということで、3900円、間違えちゃった。3900円のタイプも出ております。結構ね、レインウェアに関しては、生地感が固めのタイプであるとか、柔らかめのタイプ、シャリッとしているタイプなど、いろいろ、あとデザイン、カラー、もそれぞれありますので、店舗でお気に入りのものを探してみるのがよろしいかなと思います。あとは、シューズで言うと、防水のサファリシューズが S から 3L まで、メンズからレディース共用という形で1900円。あとは、キャンプやハイキングでしっかりと使いたいという方は、防水もしてさらに湿度も逃がしてくれる、アクティブハイクのサミットハンター2900円というものもございますので、雨の日の靴はこちらもチェックしてみてください。はい、続いてトレンドシューズということで、もうですね、ファインドスライダーサンダル980円出ております。こちら実は内浜さんが自腹を切って購入しまして、外で履くサンダルのつもりなのかなと思ったら、家で履くサンダル、スリッパの代わりでね、自宅で普通に履いております。非常に履きやすいそうです。で、あと他にもデザインサンダル780円、マリンシューズのようなスニーカー1900円、フィールドサンダルアドバンス2500円、このあたりもね、非常に通気性が良く、ただ、つま先の部分がしっかり隠れますので、結構ね、爪とかってガツってぶつけちゃったりするのが怖い方は、こういったサンダル使ってもらうといいのかなと思います。あとは、かかとが吐き潰せる、トレッドモックのスローアウト。これ非常に軽量です。240g 1900円とか、あとは、アーバンハイクスリッポン。これもね、軽量 200g でね、で、かかとが反り上がってるので、足をスーッと入れられて、でも表面撥水ですので、キャンプなんかの新
人にも本当におすすめです。あれ、これなんだろう、初めて見ましたね。リゲタルベインソール980円。あ、これ今日お店に置いてあったかな。カタカートのルーペホールで着地がブレずここをサポートする。あ、面白いですね。こういったインソールが、入ると疲れ止め、疲れにくくなるインソールですかね。980円です。あとは、ワークマン初の牛床革を使用した、牛革のレザーシューズですね。こちらが3500円です。で、私はこちらのホワイトを愛用してるんですが、やっぱりね、あの普通の、化学繊維のシューズに比べて、やっぱりちょっとお上品な感じにもなるので、綺麗めのスタイルにも履けちゃう、履きやすいスニーカーとなっております。はい、それではこちらレディースですね。ドライサイドポケット T シャツ、こちら去年もありましたが、ワークマンのね T シャツはポケットもしっかりついてるのが嬉しいですね。780円。あとこちらドライカチューンアクティブ T シャツ、私こちらのグリーンを購入しました。ランニング用に購入して非常に着やすい感じになってます。あとはもう定番となりました撥水のライトプリーツスカート1900円。今期はこれのジュニアサイズ120とかね130なんていう小さいサイズもあって、親子のコーデもできるようになっております。個人的にはこのピスタチオのこの明るいグリーンイエローカラーみたいなのが今期の新作で、すごく明るく元気なカラーになってます。あとね、パープルなんかもねすごく可愛く着られますのでね、撥水機能がついておりますので汚れもつきにくくなってます。お子さんとの公園遊びなんかも非常におすすめです。あと激しくおすすめしたいのがこちらのソロテックス仕様のシーンレス T シャツとハーフ T シャツ、こちら980円。半袖のタイプとハーフのタイプ、あと長袖のタイプも出ております。あと今後夏に向けてはノースリーブのタイプも出てきますので、こちら本当に型崩れしにくくてオンでもオフでも着やすい、カジュアルにも綺麗めにも着やすいシャツになっております。ぜひこちらもチェックしてみてください。あとは高撥水のシェルジャケット、このマルチカラーすごい可愛くて、個人的にはねこのグリーンを4色使った感じがねすごい可愛いですね。まあ、ピンクもねすごい可愛いですよね。あとはこちらの撥水ライトプリーツスカートの変形バージョンということで、アクティブプリーツスカートが新発売です。これね、メッシュの生地でポコポコ穴が開いている通気性がいい生地と、裏側がリバーシブルになっています。で、こちらの側がポコポコ穴が開いてない生地側が、撥水機能がついていて、ちょっとねこう重なると2段裏側から、プリーツが見えるようにしてもいいし、プリーツを表にしても着られるということで3色新発売です。あとは汚れにくいタックテーパードパンツということで1780円。ちょっとねこちら撥水で水溶性の汚れが落ちやすい、綺麗見えするテーパードシルエットということで、ちょっとねワイド感のあるパンツです。で、結構綺麗めな薄いパープルだとか、まあ、ベージュ系なんかもあるので、春先のパンツとしていかがでしょうか。あとこちら安いですね、サーバーライトカーディガンが1500円です。これちょっとスウェットみたいな感じの生地で、ニットではないので、ニットより洗い、ザブザブ洗いやすくいいんじゃないかなと思います。グリーンとかね、赤、黒、ホワイトが出ております。あとはトランスフォームジャケット、マウンテンパーカーということで、これね、背中側のポケットに収納するとバッグになります。で、撥水機能もついていて、生地感がね、非常にね、ツルツル系ではなく、なんていうのかな、さっくり、サクサク、サクサクっていう言い方も変ですけど、あのね、なかなか高見えする生地になっております。で、これこの間私も自腹を切って購入しました。撥水のマウンテンパーカー2900円ですね。こちらのホワイト愛用させていただいております。で、防水ではなくて撥水なんですけども、その分やっぱり蒸れ感は全くないです。蒸れ感がなく着やすく、やっぱこの季節ね、結構中に半袖を着て、こういう、長袖を羽織るとすごくちょうどよく着られて、特に今季ね、あの綺麗カラーのスカートとか、ワンピースを購入したので、逆に私はホワイト合わせると、ちょうどその派手な感じを中和できるという感じで使っております。もちろん他のねくすみカラーなんか着てもらっても可愛いんじゃないかなという思っております。あ、これ今日ね横浜駅で着てる方見ましたね。高撥水のフーデッドロングレイン、もうこれもう大定番ですね。で、こちらツートンカラーになっているタイプもありますが、本当にベージュとかカーキネイビーの単品のカラーもありますので、単色ですね。単色だとあの本当にスプリングコートみたいな感じで着られて、さらに防水にもなります。こちら2900円です。
あとは防水のサファリのサイドゴアブーツ。ね、この春先のサイドゴアみたいな感じで、ショートブーツみたいな感じで履いてもらってもおしゃれです。こちら長靴みたいな素材になっていて、1900円です。はい、あとはエアラストレッチのクライミングパンツ。あ、このね、ピンクはね、この春夏の新色ですね。本当に、家事、家の部屋着で私は本当によく履いています。スウェットよりもダラッとせずに、パシッとするのに、なんかでも、ストレッチが効いた生地で動きやすいというのもあって、家の家事の時であるとか、あとね、キャンプの時もこのまま寝てしまっても、すごい伸びて楽なので、クライミングパンツは本当ワークマンならではの大おすすめしたいパンツです。こちらはレディースですが、もちろんメンズも出ております。はい、あとですが、こちらもう大人気のガーデニングサロペット。私ももうこれ本当に、ホワイトと、カーキをですね、もう以前、去年ですね、提供いただいて、もうめちゃくちゃ着てるんで、YouTube ご覧の皆さん、あ、またサリーさんサロペット着てるな、みたいな、もうすでに私の YouTube の制服のような感じになっておりますが、こちらもですね、今季新作の、ちょっとこういうブラウンみたいな感じのカラーであるとか、マスター、あ、キャメルかな?キャメルかマスタードみたいな、イエローみたいなカラーも新色で入っております。あとは、こちらも伸び伸びして着やすいガーデニングリラックスワンピース1900円。こちら色味ありませんが、私レモンイエローみたいなカラーを先日購入させていただきました。こちらもね、この春夏、活躍すること間違いなしかなという感じです。あと季節的に、こういった UV タイプの、パーカーも出ておりますので、このあたりもね、1500円と非常にお安くなってます。ちょっと外で、ウォーキングしたいとか、外でなんかいろいろガーデニングとかしたいっていう方にもおすすめかなと思います。フィールドブーツ、ガーデニングのブーツとか、これもね、もちろん雨よけにもなりますので、1500円です。あとは、レディースのインナー新登場ということで、テンセル素材の499円、タンクトップも499円です。あと、カップ付きのタイプもあるんですが、そちらが1280円ですが、残念ながら路面店には販売がありません。そちらはショッピングモール限定となっておりまして、こちらも実際にね、着用した様子、ユニクロさんのブラトップと着用してみた様子、比較してみた動画なども出しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、あとはちょっとこちらはキャンプ系のコーナーですかね。フレームテックという、火の粉が飛んでも穴が広がず燃え広がりにくいという機能がついているアウトドアワークのベストと、パンツそれぞれ2900円。あと今季はこのデニムのクライミングパンツっていうのは去年ももちろん出ていたんですが、今季はフレームテックのさらに燃え広がりにくい機能が追加されてお値段据え置くの2900円です。いよいよ防虫機能がついたウェアもたくさん出てきましたね。こちらがメッシュになっていて、メッシュアノラックという胸元までのファスナーがついているアノラックタイプのパーカーが2500円。あとステルスジャケットは逆に、下までしっかりジッパーがついて脱ぎ着がしやすいタイプになっております。こちらがいろんなカラーがあってですね、これあとビーってファスナーが頭まで顔まで覆えて360度虫の侵入防ぐよという感じが2900円。あと意外と下からの夏キャンプやられる方は下のね足首とか刺される方非常に多いと思うんですが、こちら下の方メッシュになっていて割と涼しいパンツです。でさらに虫を避ける、防虫機能もついていて2500円。あと今季の新作で言うと、ちょっとフードがついてると一気にそのアウトドア感を増してしまうんですが、これねちょっとわかりづらいんですが、カーキとホワイトとパープルっていう色でこのなんだ、バンドカラーって言うんですね。ノーカラー、カラーが、襟がないタイプ、フードがないタイプが、意外とおしゃれに、虫除けとかじゃなく、おしゃれに着られる、街で着るウェアとしていいんじゃないかなと思ったのが2500円です。あとは、ストレッチアイスショートパンツ。こちらも防虫機能付きで2500円。あとは、アイスクライミングパンツ2500円も出ております。こちらかなり、お店で触ってみたら、ひんやり冷感で、生地も薄めになっておりますので、夏のキャンプとかにもすごくいいんじゃないかなと思います。はい、あとこちらが、燃え広がりにくいローチャー1780円、耐熱フィールドテーブル1900円、アルミテーブルが980円、こちらも980円と、もうね、路面店ではほぼ在庫切れなしにテーブルやチェアも、入荷がされているかなと思います。あとね、結構雨の日出かける方はデイバッグも2900円であるとか、あとこれ、コロコロのキャリーカードにもなるんですが、実はリュックにもなってしまうというタイプのピックアップボストンキャリー7800円も路面店で入荷しております。
こちらに関しても別動画出しておりますので、ぜひチェックしてみてください。あれ、あとこんな安いハット、紐付きでさらにツボがついてるハットで580円でしたっけ？なんかこれ780円か980円してたと思うんですが、より安いタイプが出たようです。580円。で、あと火の粉がついては燃え広がりにくいコットン素材の、キャンプティーであるとか、あとこっちはね、速乾タイプのもあります。速乾タイプは触り心地がコットンなんですが、実はね、ポリエステルっていうタイプも出てます。どちらもクレイジー柄で結構可愛いです。で、長袖タイプも出ております。あとドライメッシュベスト。これはあんまりなんかあんまり気にしたことないアイテムですね。こちら1500円です。では、裏に行ってみましょう。はい、裏はまずゴルフですね。ゴルフって敷居が高い？そのハードル下げに来ましたということで、今季の春夏はワークマン非常にゴルフに力を入れております。まずゴルフサンバイザー780円とか、キャップとかね、1280円、1500円で、しかもこれ防水透湿ですね。防水は結構雨の中ゴルフってされる方いらっしゃるかと思うんですが、やっぱり防水だとね、しっかり頭を守ってくれるのでいいですよね。あとは動きフィットのゴルフ半袖ポロシャツとか1500円。結構これゴルフじゃなくても使いやすいんじゃないですかね。綺麗めに着れそう。で、あとロゴがついているタイプは1500円。あとは、ベンチレーションがついてるので背中が通気性が良くなってるんですね。あとは動きフィットドロップのテック仕様の、ゴルフショートパンツ1900円も出ております。はい、あとランニングということで、アイスアーマーなので接触冷感あるタイプですかね。フルレギンスが780円。あと、クールスリーブが499円。長袖クルーネック980円であったり、あと、まあ、半袖系のね、T シャツが780円、580円といろいろあります。で、こちらに関してやっぱりカラーサイズどんどんなくなっていきますので、今の時期、買っておくこと、本当におすすめします。あと、ランニングシューズということで言うと、アスレシューズのハイバンス、これ私本当に大好きです。もう100万足突破したんですね。これね、本当にいろんなカラー出ています。で、高反発のソールで非常に歩きやすいです。1900円。あともう本当手軽にランニング始めたいんだよねっていう方は、アスレシューズライト980円なんかもおすすめです。あと、ちょっといいランニングシューズ欲しいっていう方は、アスレシューズのハイバンスオーバードライブ2900円。こちら、チタンプレートが入っております。こちらは新作っていうわけではないんですが、もう長く売れているモデルで、このピンクと、グリーンなんかもね、非常にレディースモデルで、ちょっとサイズが小さいタイプで、23から24で出ております。あとは、ハイバンスウォークね。ウォーキングモデルのもの2900円。こちら、春夏の新作です。あとは、ベルオアシス。ちょっとなんかね、冷たくなるものを使用した、冷感高吸水のベスト1900円。あとは、アクティブクロス 2way 3クォーターパンツ。これね、確かね、くっついているかなと思います。ただ、2way って書いてあるんで、もしかしたら脱いで使えるのかな。すいません。このあたり、ちょっと、どちらかというと、ランニングというよりはサイクル系のウェアになってるので、ちょっと私詳しくないので申し訳ありません。こちら2900円です。でもランニングで使用しても良さそうですよね。あとは、遮熱7度のベストも1900円で出ております。あと、ゴルフのところでちょっと紹介し忘れました。アクティブの長袖の、クルーネックは1280円、1500円、アームスリーブも780円。あとね、こういうゴルフグローブって小物って意外と高かったりするので、980円は嬉しいですね。そして、ゴルフシューズもなんと2900円です。スイングトーション2900円。ちょっとお付き合いでこの春夏、ゴルフデビューしなきゃいけないんだけど、あんまり高いの揃えたくないんだよな、まずはね、安いもので様子見したいという方には本当にいいですよね。あとね、このシアサッカーのゴルフパンツも1900円で出ています。綺麗めのパンツをお探しの方にもよろしいのではないでしょうか。あとね、コラントってっていう磁気を使って血行良くなる系の、こういうネックレスなんかも6800円であります。あと、ウィンドコアのショットベストだから、ゴルフで使えて、で別売りのファンとバッテリーを使うことで、扇風機から風が出るタイプのウェアですね。こちらも3900円です。はい。あと、こちらは、春夏の定番、ファン付きウェアということで、リペアテックを利用した2ウェイの、ファンが付いてね、あとバッテリーも付けられる、ベストが出ています。これは本当に新作ですね。で、ファンの穴を隠すことができるので、暑さを避けるのはもちろんファッションアイテムとしてもおすすめですと。あとは、こちらもリペアテック。これ今までもデザイン、このカラー出てたんですが、これもリペアテックに変わったってことですね。
ツーウェイのハーフジャケットも出ております。半袖タイプですね。で、他にもベストタイプ2900円とか、長袖のタイプ3900円。あと、バッテリー充電器セットが9800円となっております。あ、でも9800円のに、プラスして、ファン、ケーブル、ファンカバー4980円が必要になるということですね。はい。あと、こちらは、オンオフに使える高機能ウェアということで、まあ、この春夏の新素材ということで、バズライトストレッチというシリーズが出ております。ソラテックスという、まあ、携帯安定の切れ目のウェアに使われる素材を使っていて、かつ軽量でストレッチもある。そういう上品系の生地でできている作業服というスタイルですね。で、ジャンパーとかが2900円、ジョガーパンツ1900円とかね、カーゴパンツなども出ております。はい。あとですね、プロコアシリーズもいろいろ出ておりますね。ちょっとザザッとここは見ていきましょう。お、あとこのデザインサロペットですか。私もね、去年買ってきております。メンズなんですが、ただ結構丈とかが長めな感じなので、まあ、女性が着るというより男性が着た方が着やすいのかな。まあ、でも M サイズで背の高い女性であれば全然着られると思います。個人的にはこのね、クレイジー柄とかすごく可愛いですよね。あとはデザインつなぎ、あとライダーさんにおすすめのジャケットやパンツなども出ております。はい。あと、ソロテックスを利用した、スーツ、あとスラックスですね。こちら、ジャケットが2900円、パンツが1900円です。で、これ素材がいい。結構、つるっとした素材もあるんですが、こちらはシアサッカー素材なので、ちょっとポコポコとした涼しい凹凸のある生地で着心地がいいといった、結構ね、涼しい時期に着やすいジャケットとパンツになってます。あとは、アーバンワークウェアジャンパー2900円、カーゴパンツ2500円。あとは、半袖のワークシャツが1500円となっております。暑い日も機能性パンツの決定版ということで、まあ、定番のですね、ディアマジックダイレクトのクライミングパンツ、伸び伸びとして、まあ、履きやすいタイプ。ここね、ファスナーがついておりまして、ハーフパンツになるタイプ2900円とか、あと、ま、超通気パンツは、ポロシャツの生地みたいな感じで、よく見るとね、ちっちゃい穴が開いております。そういうタイプであるとか、あとこれ先ほど、レディースのところでお話ししました、クライミングパンツですね。もうこれ、ほんと履きやすいし、ジュニアも、うちも小学生の子供たちも非常に愛用しております。あとはひんやり冷感のする、4D 冷感アイスパンツ2900円。こちら結構ねカラーが明るいカラーもあれば、暗めのカラーもいろいろありますので、お好みの色いろいろ選べるかなと思います。あとはエアロストレッチのスラックスジョガパンツ1900円となっております。はい。あとはですね、下着系ですね。男性の下着。アイスチャージなので、接触冷感になるタイプ780円とか、あと、春夏のメリノウールを使用しているタイプの靴下とかも980円で2足組で出ています。防臭とかね、湿度の調節とか、ウールやってくれますので、結構冬だけじゃなく夏でもおすすめです。あとは、トラベルシェルシリーズですね。ライトレインジャケット。これ1900円安いんですよね。で、サコッシュに付属されて、付属になっておりますので、中に入れて持ち運びもできます。あと、トラベルシェルのセットアップが新発売です。これね、今まで、別々で販売してたんですが、セットアップなので同じ色味で揃えて、半袖とショートパンツ。これすごく、肌触りがいい生地になってます。色味もなんか可愛いですよね。欲しいな。で、あと、長いパンツ。今私もお風呂上がりでのんびりしながら、この、今録画してるんですが、今履いてるパンツはまさにこのトラベルシェルパンツの黒をですね、履いております。この、今ぐらいの季節に本当、暑くもなく寒くもなくの季節にちょうどいいパンツで本当おすすめです。あと先ほどのこのトラベルシェルのライトシリーズのライトレインパンツ。これライトレインパンツ1500円もめちゃくちゃ安いですよね。こちらもサコッシュ付属となっております。はい。というわけで、今回は4月の21日金曜日から4月の27日木曜日の、ワークマン路面店の、チラシをご紹介いたしました。ちょっとね、地域によって少し内容異なるところあるかもしれませんが、おおむね同じ感じになりますので、ぜひですね、これから春夏もの、ぜひ暑くなる前にですね、色やカラーやサイズ豊富なうちに、選んでもらえたらいいんじゃないかなと思います。今ちょうどね、季節の変わり目で、いろいろ欲しくなる時期なので、この時期のセール嬉しいですね。ぜひ皆さんも行ってみてください。私のチャンネルではですね、他にも店内レポや購入品の紹介などもやっております。そちらも合わせてご覧ください。あとはサリーのキャンプチャンネルの方では、ワークマンのキャンプギアの紹介やキャンプ場の紹介などもやっております。ぜひそちらもチェックしてみてください。今回の動画が良かったという方は、いいねボタンを、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。
それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。